のたかしさんが辞めちゃったよね。たかしさんがドリフ辞めたよね。まあね、みんな辞めてくる。まあ俺はね、まあ半引退って言ってね、やったけども、なんで半引退か。もうトレジャーマップもうやりたくないよ。でもトラウマ。もうトレジャーマップ最初の方はね、やれてたけどね、きついんだよね、あれ。きつい。きつい。すごいきついから辞めた。まあ俺は今回のゾロ3時もね、どうしようかな。またちょっとガチャは引きたいわけよ。楽しいから、やっぱガチャは楽しいよね。まあ課金、まあガチャでいいのが出たら、まあ4周年かな、どうしようかなって迷ってるけど、まあ貯めよっかな、やっぱ。今回のガチャ率10連以外引いちゃダメっぽいからね。10連が最初が全部金でしょ。それ以外金銀が出るって、まあ、銀が出るって論外じゃん。もう銀が出るって論外じゃん、ガチャとして。まず論外すぎない、銀って。まずあのさ、ガチャに出てくる雑魚キャラをまず友情ガチャにね入れた方がいいと思うんだよ。あの残念キャラたちを、偽りの金たちをさガチャ券のみをガチャで出せと俺は思う。で友情ガチャであいつらを出せばいいと思うし、で友情ガチャのさ存在意義がないじゃん。だって今普通になくない、みんな。俺が思うんは、あの雑魚キャラ、あの出てきたら頭に来るカルーとかを友情ガチャで出せばいいと思う。で友情から出てくる、通常の友情ガチャから出てくるああいうゴミキャラは全員あの廃止、いらないじゃん、あんなゴミキャラ。雑魚、このゲームでさ、雑魚って序盤の序盤の最初の時の決戦ミホークで使うかどうかでしょ。あとあれだよ、使うとしたらランキングでしょ。最近全然やってない、あんま全然やってないわけではないけど、ランキング、あのよくわかんないランキング、イベントランキングくらいでしょ、使うとしても。だから友情ガチャにあのがっかりキャラを移植させればいいと思う、俺は。がっかりキャラのみにしたらめっちゃすごいじゃん。あのトレジャー修行ポイントめちゃくちゃもらえてみんなハッピーになるじゃん。そういうことで、まあ超進化の敷居がねちょっと高いんじゃないかなって俺は思うわけよ。いやマジでさ、超進化しないと使えないやつばっかじゃん、ぶっちゃけ。ガチャゲンでさ、白ひげもう船員だしね、船長で使うことはないからね。白ひげはもう3倍って低すぎるもん。でボアハンコックとかなんか超進化したって使わないし、シャンクス、黒衣シャンクスはあれでしょ、イベントキット集会以外使わないじゃん。あとそろそろシャンクスのさ同キャライベントを早くした方がいいよね。解放イベントきつすぎじゃない。あ、シャンクスと白ひげのイベントしたらどうよ、決裂の杯みたいな感じで。でもイベントキャラでも出すんだったらそこそこ強くしてね、イベントキャラの中で最強クラスにしてほしいけど。いやちょっと難易度上げるとかでもいいから。まあ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 、まあ、本題はトリクル高橋さんが辞めたんですよ。まあまあまあね、いろんな有名トレクラーが辞めてるんですよ今この現状。まあジンスタジオさんだって辞めたしね。まあ消さなくてもいいんじゃないかってコメントは、まあ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 、でもなんかでもね、ムカつくよねそのコメントで。目先の金のためだけにやってるってやつがなんで4年もやってんだよトリクルをよって思うわけ。そういうコメントしたやつにぶん殴りてえなと思ってね、そういうコメントしたやつ。まあもうトリクルもう終わりだよね。トレジャークルーズやってる人ですごい有名な人で専門的にやってる人ってあんま少ないじゃん。まあ、ゲームイズは頑張って、ゲームイズさんは絶対辞めないと思うけどさ、辞める理由はないじゃん。仕事でやってるから、ゲームイズさんは。まあ、ガチャするしかないし、今回のガチャもシャンクスでしょ。それがなんか腹立つよね。シャンクス絶対もっとさ、シャンクスの本気がなんか出た時に出せばいいと思うのに、またなんか、なんも変わってないじゃん、イラスト。だってあれじゃん、頂上戦争のあれでしょ、超進化
心シャンクスと一個も変わってないじゃん、場面が。そこまでしてお前出したいかって俺は思う、シャンクス。だったら俺カポネギャングベッジ出せばいいと思う。カポネギャングベッジでその射撃パ最強みたいにすればよかったと思う、俺はね。カポネギャングベッジ使えばいいと思った、うん、なんでだろうなって俺は思うんだよ。シャンクス出す必要ないじゃん、カポネギャングベッジでよくないって思うわ。まあ、なんかクソだけどね。まあクソなことには変わりないから。まあ、トリグル僕も範囲に耐えて言ったのやっぱね、本当にやめた。トレジャーマップはもうね、2回やってないし、今回は結構簡単になるだろうけど、俺はやらないつもりだよ。だしさ、今回のもなんかね、東の海リーグ、イーストブルーリーグだけなんでね、優遇されてんのが。それダメだと思う。まずさ、いちいちパーティー編成すんのやめさせた方がいいと思う。あとテンプレ編成をもう攻略サイトで作っとくとかね。うん、何パターンか置いといてみたいな。その東の海リーグだけじゃん今回優遇されるのが。それなんか結構優遇だけじゃないけど、まあ今トリクルがいろいろやってるけどさ、あとトレジャースタミナみたいなのあるじゃん、あれを普通のスタミナと同じくらいの数値にすればいいと思う。105艇って意味わかんないよね、そこは意味わかんないと思うわ。仕様がなんでランク上げてんのか意味わかんないじゃん。なんか今長くやってる人がさ優遇全然されてないじゃん。じゃない、東の海リーグっていうのは一旦離れていった人たちのための策じゃん。そんなんダメでしょって。今度上の人が、だって辞めてる人って結構もう、でももう飽き飽きしてると思うけどね、みんな。100人揃って100レンジャーだとだだだだだだ。まあトレジャーマップはね、最初ミホーク出てよかったけど、多分一気に人減らしたの白ひげだと思うな。白ひげが結構きつかったと思うよ。単純に白ひげは好きだじゃん。でみんなのモチベが下がったからね。白ひげ弱すぎだし、今回のさ、サンジだってさ、ダブルキャラ性能ぶっ壊れてんじゃん。結構ぶっ壊れてるでしょ。スロット影響 2.25 倍でしょ。で、さらに、技属性、心属性の攻撃力に 3.75 倍じゃん。火力いかれてんじゃん。マジで。それでも俺やんないけどな。欲しいけどやらないかな。うん。で、どうせ即ボス、地ボスが増えるんだろうなというのありますけど。でなんかダブルキャラにしたらチェイン係数プラス 0.5 されると、結構多分今までの中では異常に強いよね今回のは、と俺は思う。だ強くね、ダブルキャラ変更した時に一旦の間プラス 0.5 にして、さらにで戦長効果はみたいなの強いよな今回のは。でもねあんま強くないんだよね。シャンクス入れられないじゃん、まず。何言っちゃってんのって話なんだよね。だシャンクスを船長にして、ゾロを船員にする感じだよね。やり方としては。でもシャンクス、なんかなって感じだけどね。周回パとしてはめっちゃ強いけどね。でもなんか、微妙だよね、シャンクス。またシャンクス微妙じゃんって思っちゃう。なんかもう、取り急ぎ感。フランキーはまだ良かったと思うよ。シャンクスは違うわ。して、フランキー弱いけど、その、なんだろうな。うおーってなると思う。ちょっと盛り上がったと思う、フランキーは。でも俺はシャンクスは違うと思う。やっぱそのシャンクスってね。もっとぶっ壊れキャラでさ、もうシャンクスも出れないじゃん、もうほぼ。ダブルキャラで出すんですか、白ひげとシャンクスでって。思うよね、なんか。今回のなんかもう
急ぎ作った感じがするよな。あんま強くないしな、今後、まあ、強いけど、まあ全属性で 3.5 倍は出せるけど、なんか微妙だよね。なんかな、穴埋め感があるよね。5月まで多分持たないと思うよ。あ、トリクルの話になっちゃってるけどさ、まあ なんだろうな、その、まあ、金欲しいと思って目先の金のためにやってるんだなとか言ってたじゃん。なんか誰かがコメントしてやがったの。いや、それ違う。目先の金欲しさにやるんだったら PUBG なり荒野行動なり今だったらね、だからモンストなりするでしょって話なんだよな。そういうのが分かってないよね、そのバカは。うん、トレクルってそこまで有名じゃないじゃん。言っちゃえばパズドラモンスト FGO とか、 FGO っていうなんかよくない、まあフェイトとかさ、今だとコンパスなんか、おコンパスってゲーム全く分かんないけど、そういうゲームなり荒野行動なり PUBG なり、スプラトゥーンもまあまあそこそこ伸びてるだろうし、で目先の金のために海賊無双やるかって話なんだよ。目先の金のためにまずやめるかって話なんだよね。 でその人が何を言いたいか分かんないけど、まあ、ただ煽りたいだけだよね。理由がなってないっていうかさ、まあ、それでチャンネル登録解除しますって人は、まあ、無視していいと思う。まあ、たかしさんがね、ファンのせいにしてみたいな感じに言ってたけど、いや、でも悲しいだろうって。うん。まあ、アンチの声に耳を傾けちゃったのはおかしいと思うけど、うん。で、ファンじゃとかじゃなくて、単純にやりたくなかったんで、もう。単純にトリクルもうやりたくないなって思ってて。それでいいもん。で、トリクルで、まあ、たかしさん面白いしね、普通に、セカンドは。まあ、これからも低評価増えて思うけど、まあ、イチャモンだからね、アンチのなんかトレジャークルーズの。ゲームイズ雑談掲示板にいるようなやつら。イチャモンじゃん、あんな。ほんと。イチャモン言ってくるようなやつらで、まあ、やめて、今話題になってるから、でもあの掲示板見たくないんだよな。胸クソ悪いから。なんか人生の、なんか、終わった人たちが書いてるみたいな、やべえ人たちだと思うんだよ、あの人たちは。あんまかかっちゃいけないよね。うん。暴君熊野が出たけど、弱いね、やっぱ。封じ状態。たかしはトリクルの動画を楽しみにしてる人より自分を優先したんだな。何が世界を笑顔にするで、自分の視聴者すら満足できない。インターネット情報も着火を切れ、一部のアンチなんか気にしなければいいね。トリクルやめるなら記憶ワンピースに寄生して生活するのやめろよ、たかしって。こう面白いよね。単純にワンピースが好きでって言ってんじゃん。何ワンピースに寄生する生活って。なあ、なんか、こういうのばっかだからな。これからワンピース関連の動画上げるために低評価の嵐だろうから、そのうち心やめて YouTube 消えるだろうな。いや、やめないっしょ。たかしさんめっちゃ面白いもん、セカンド動画。あの、あ、やめてほしくないけど、俺それではやめてほしくない、さすがに。まあ、トリクルはね、もうなんか、あ、もう通過れたでやめていいと思うけど、ワンピース関連も上げるならやめていいと思うけど、俺は高橋さん好きだからな。面白いじゃん、高橋さんセカンド動画。あのグダグダじゃないけど、あの飯ラジオめっちゃ面白いじゃん。うん、まあすごい時間の無駄というやつはいるかもしれないけど、俺は面白いと思う、高橋さんはね。やめる必要はないしね。ワンピースに寄生する生活って意味わかんないよね。単純にワンピースが好きで趣味だったんじゃんっていう、なんかよくわからない。
すごいね。仮にもトリクルしてる人にとってはそれなりに影響力ある高橋が動画内でこれ白い目はトレマを遠回しではあるがつまらないと否定し、挙句の最後にアンインストールする瞬間を見せるって番組に対する営業妨害とか侮辱にはならんのかって。鼻水でちょっと無理やりすぎて。え、単純につまらないものをつまらないって言って何が悪いのって話じゃん。何営業妨害ってむちゃくちゃだよな。そんな悪くつまらない、なんか悪くこのゲームはクソだ、運営は丸々丸々、まあ、なんかあの指定暴力団とつながってるみたいなこと言っちゃったらそれ営業妨害だと思うけど、いやつまらないよなって言って、私、たかしさんってやっぱ長年のユーザーなわけじゃん。結構最初期からやってる人がつまらないっていうのには意味があると思うけどね。なんか。まあ、トレジャーマップ始まって嬉しかったことっていうのはやっぱね、やっぱキャラがめっちゃ強いから、すごい良かったんだよ。最初のうちは。そのキャラのない俺の雑魚の無課金中にとっては、そのなんだろうな、良かったんだけど、やればいいんだけど、やれないんだよね、なんか。100連じゃん、にゃん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 、100連じゃん。100人揃って、100連じゃん、なるなな。さあ、ほーれーほーれ。まあ、今、雑談が意外に。横からだけど、ルーシーってダメゲンとジスロ派いるけど、ジスロだと恩恵あるんかね。あ、これ普通の雑談だ。たかし、赤い直木2枚抜きしたときネットで不正叩かれて心折れた。こんな30歳草も生えない。え？何それ？何草も生えない？まず草を生やすってのが気持ち悪い単語だよな、なんか。笑うもんじゃないじゃん、まず。叩かれたって、不正って言われてね。まあ、それはまあ理由付けみたいなところあると思うけどね。本当にそう思ってるんだって、その瞬間に、ふーってやめてると思うけど、まあ、草も生えないっていうのはなんか、いや、お前笑いに来たんかよってね。そのテロイクル引退動画でお前笑いに来たんかよって思っちゃったけどね。まあ、チャンネル登録者今2000人くらい減ってるからね。どうせたかしはエイプリルフールだろ。なんだそれ。使命感からの解放を選択したのだよ。仕事に使命感あるのに辞めるとかガキやんって。仕事じゃないでしょ。楽しくてやってる。それでお金もらえてるっていうわけじゃん。それは企業案件やってたりして、ああ、もうつまんねえ、やめたって途中でやるのはそれガキだと思うけど、単純に動画を開けるのは趣味の延長上で、まあそうやって見て欲しい人がいるって中なのに、なんか、ガキやん。まあ、ガキやん。まあ、ガキ、まあ、精神年齢とかの、なんなんだ、ガキやん。その煽りはなんか俺には響かない。なんつうんだろうな。まあ、なんなんだろうな。仕事じゃないしな、まず YouTube って。趣味と仕事の中間みたいなもんだと思うから、なんだろう、それは企業案件とか、そういうのは違うと思うよな。なんかね、使命感、勝手に思ってるだけじゃん。なんか気持ち悪いな。すごいな、雑談掲示板にめちゃくちゃ喧嘩売ってんじゃん。
これ以上言うとなんか変なこの人たちに目つけられるの嫌だから、まあ、どうせ目つけられるだろ。いやでもそんな雑魚だ俺は。まあなんつうな、まあ僕はトリクル範囲引退ってやりましたけど、まあまあ今回の件、まあやめるのか、まあね、まあやめちゃうのか、でもなんとも思わないかな。俺も今はログイン勢で、本当に最近はね、青生地一周して、ああもうやだってなって、うん、青生地一周したんだよ。青生地一周したわけよ。あの青生地か一周してもやめるって根性のなさがすごいですけどね。うん。まあ問いつつ今トリクル開いてるんですけど、まあまあちょっと20分になったから一回動画切るか。いや違う、それね、動画長すぎるとアップロードする時間が長くなるの。みんながとかじゃない、俺に負担がくんの。動画長くするとアップロードする時間がね、なんかね倍になるの。意味わかんない。だからここら辺でやめておく。自分のことしか考えてないんだよ僕は。